うちの近所の林道にも不満注意の看板があります。こちらにもありました。はい、こんにちは。今日は自宅の近くの林道を歩いております。月山登山の日程ですが、まだその母の手続き関係が残っていたり、また母を病院に連れて行ったりしなければならない日があって、まだねちょっと未定です。それとね、まだ梅雨も明けてなくて天候が不安定なので、まだねどうしようか今考えております。うちの近所もあの奥の細道旅と変わらない、こういう林道があります。あちこちにね熊の目撃情報もあったりして、奥の細道歩き旅、大垣から帰ってきたその当日は力が抜けてしまって、もうこのままやめてしまおうかななんてふうにも思いましたけれど、日にちが経つにつれてやはり、まあ今度は奥の細道ではありませんけれど、平泉からの北上ということになりますけれど、まあだんだん気力が戻ってまいりました。そこで今度どういうタイトルにしようかなって考えたんですけど、僕の細道っていうのはもうすでにいっぱいありましてダメでした。じゃあどうしようかって今いろいろ考えております。これからは人が歩いた道をたどるのではなく、自分の旅が始まります。どこに行くにも自由です。自分で行きたいところを決める、そして歩いていくという形になります。チャンネル名が歩いて通信社なんで、次のタイトル名は歩いて通信東北編なんてしようかな。まだこれは仮ですけど考えよう。次回の旅のことを考えるのもいいんですけれど、今回の奥の細道歩き旅の総まとめみたいのもちょっと気が向いたらやってみようかな。総歩行距離が何キロだったのかとか、宿泊に要した費用はいくらだったのかとか、食費はいくらだったのかとか、これ全部レシート、あ、全部じゃないんだ、ちょっと一部ないのもあるんだけど、ほとんどレシート領収書は取ってあるので計算すればすぐに出てきます。まだねそれやる気力が湧いておりませんそうそう、交通費も結構バカにならなかったですね。あれも結構金額かかってます。あと何かあったかな。あ、そうだ、配管料みたいのもありましたね。あとはまあそんぐらいかな。それも含めてねちょっと総額出してみたいなって思います。気が乗り出してからですけどね。
大垣まで歩き終えた当日のビジネスホテルではまだビンビンに緊張感があった時だったので、すぐにでも合算登山計画してやるぞなんてコメント欄にも書きましたけれど、帰ってきたらねちょっとね力が抜けちゃったんですよね。もう一度ちょっと仕切り直して気合を入れ直してちょっとねやろうと思います。今日の散歩はここら辺で折り返すことにします。ここら辺で折り返すと、そうだな、 7.8 キロ今日の歩行はなります。動画の方もこれくらいで、今日はご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。